今からお前に何話そうかな、どうやってこの感じ伝えようかな、少し長くかかるかもな、でもね頑張ってみるよ、神様もきっとびっくり、人ってお前みたいにできてない、痕跡最大の突然変異ってくらいに思うは美しい、そんな前の父ちゃんと母ちゃんの心と心くっつきそうなほど近くにいた、二つの思いと思いがつぼけな時間なんて物のせいにしたわ、いつしか認めもう噂さも二度と聞こえない、ただいまそんな二人を見つめるうるっとした瞳で小つぶやく、その最後の一瞬だけでもお前が見てた世界見てみたいの。